沢村塾のことです。今日はですね、九条浜海岸に来ました。今日はね、昨日と打って変わって、波が穏やかですね。はい、今日はですね、先ほど、商業出版のね、企画がね、通りましてね、で正式に出筆依頼をね、受けたということで、私のね、20年来の夢ですね、商業出版ね、自分の簿記の本を出すと、ね、いう夢のね、実現が、果たされましたね。もちろんね、11月の23日締め切りでね、これから出筆活動をね、していくんですけど、ね、それ、終わって、であとは構成ですよね、それが投了して、完了と、ね、完璧に完了と、ね、いう形にはなるとね、思いますけど、11月23日、締め切り、12月20日ですかね、確かね、頃に、発行と、ね、いうことでね、23日までにね、僕が原稿を仕上げたならばね、年内、商業出版目標と、ね、いう、ね、目標が、達成されるという状況になりましたね。あと2週間しかね、ないですけどね、実は原稿はね、自分のね、塾のね、テキスト、オリジナルテキストがありますけど、それをね、ベースにして、で、ちょっとね、加筆修正をしていくと、ね、いうことですからね、そんなに全くゼロからね、これから作るっていうわけではないんでね、だからそんなにね、もうとんでもねえっていうね、締め切りではないんですけどね、ただね、11月の18日にね、日商簿記検定試験がありますからね、ここのね、超直前期ということで、今はね、模擬試験講座とかね、あと直前期のね、サマレーズブートキャンプっていうね、超大特訓講座ね、14、15、16と、ね、やるんですけど、それが重なってますんでね、だからそういった意味ではもうかなりハードな、日程になってますね。毎年そうですね、この11月っていうのはね、本当なんか重なるんですね。簿記検定だけでも結構忙しいんですよ、本当はね。ちょっとね、少しだけ喋っちゃいますとね。簿記検定のね、講師だけだったらそうでもないですけどね。一応経営者やってますからね。だからこう、簿記検定のね、超直前期っていうのは、模擬試験講座の予習研究とかももちろん大変なんですけどね。いろいろ考えたりしてね、やりますから大変なんですけど、集客ですよね。次のね、12月からのね、集客。それをやっとかないとね、生徒ゼロと、ね、いう状態に12月になっちゃうとね、もう潰れちゃいますからね。だから集客活動もこれ、かなり力入れてね、やんないとダメな時期なんですね。要するにブログ書いたり、ね、チラシを積んだったらチラシの、ね、原稿書いたりとかですね、ホームページね、更新したりとか、いろいろやることいっぱいあるんです、実はね。目に見えないだけでね。それがね、カースになるとね、非常にこう、きついんですけどね、なんですか、こう、作業的にはね、そうでもないですけどね、考えるね、時間っていうのはものすごく取られますからね、つか一日、ほとんど一日考えてますからね、一個集中で考えるじゃなくてね、他のやつも全部考えながらね、同時並行で考えていかなあかんと、ね、いう、そういった精神的ストレスですね、これは結構きついんですね、でもね、去年の清水秀夫先生とのコラボ公演がね、12月4日であったんですけど、その時に比べるとだいぶ楽ですね。正直去年はかなりきつかったですからね。超直前期、なおかつね、清水秀夫先生っていうね、カリスマ講師ですよね。7800回以上やってますからね、全国公演をね。そういったね、方とね、コラボ公演ということでね、これは集まんなかったらしょうがねえぞと。いうことでね、集客活動ね、かなりね、やりましたんでね。だからあれはもう結構ヘロヘロになっちゃってね、12月4日が終わったらもう声が出なくなっちゃったんですね、もうね。そのぐらいもうね、クタクタになってしまいましたけど、それに比べたら、今年のね、試練中のはもうだいぶ楽かなと、いうことですね。だからね、やっぱりこうなんかきついことをね、経験しておくとね、その後にね、あの時の方がきつかったわっていうね、ことになれますんでね、そういった意味で本当に去年はね、いい経験をね、させていただいたと、ね、いうふうに心から思ってますね。
はい、であとはね、まあ、今年は商業出版ですからね、その商業出版に向けてね、うん、もう目の前までね、本屋さんにこう自分の本が並ぶってとこまで来てますからね、ここをね最後の爪をね、きっちりとね、こう爪を謝らないようにね、してね、最後の最後までね、諦めないでね、11月23日ね、締め切りまで走り切ってですね、なんとか、まあ、原稿をね仕上げていこうと、ね、いうふうに思ってますね。はい、まあ、そういうことでね、まあ、これから、まあ、今日もねちょっと土曜日とね日曜日のちょっと予習研究もしないといけないんでこれからするんですけどね、まあ今日のねさっきまでねちょっとウォーキングしましたけど、それまではちょっと商業出版のね、ことで頭いっぱいいっぱいになりましたね、うん、まあ海ボケと歩きながらねまた戦略練ってましたけどね、うん、まあ、戦略もねイメージングできましたんでね、出版戦略のねイメージングもできましたんで、もう迷いなくね、であとは、出筆活動にね、突入していくと、ね、いうことになっておりますね。まあ、受験の方もね、受験簿記のね11月18日、の方もね、23日の商業出版の方もね、手を抜かずにね、どっちも手を抜かずにね、同時並行で、全力投球ね、どちらも全力投球でねやっていこうと、ね、いうふうに思ってますね。はい、まあ、いよいよね、楽しみな人生展開にね、僕自身がなってきましたね、うん、まあ、どういうふうなね形で、これからね、まあ、夢ロマンが実現していくかねちょっと分かりませんけどね、うん、まあ、でもね昨日お話をした、明晰夢ね、それを見ながらね、うん、まず夢の中でちょっととっとと実現をさせてね、でそれを現実の世界に持ってきてね、現実の世界でも実現させるとね、いうことをね、繰り返し、人生ね、残りの人生ね、送っていきたいと、ね、いうふうに思います。はい、では以上です。